Vera FM presents Some Leaves. The fallen leaves let the tree thrive. みなさんこんばんは。サムリーブスオンベラ FM ナビゲーターのケンです。いや、もう11月ですよね。もう11月って言ったらもう今年はあと2ヶ月で終わりってことでしょ。まあ早いんだか遅いんだか、まあでもまあなんだかんだね、コロナもこうちょっと収束傾向にあり、まあここでこう油断するわけにはいかないんでしょうけど、ワクチンもまあ行き届いてんのかね、それなりに世の中的には安定しているかと思います。チームはまあ11月12月、フットサルの方がね、まあ終盤後半に差し掛かって、まあ順位がこう徐々に決まり出してくるなという、まあリーグ構成、そしてサッカーに関しては、トーナメントですね、負けたら終わりの一発勝負が、まあまだ決定ではないですけど12月ぐらいから、開幕するんじゃないかと。そしてまあ来年に向けて1月2月3月その辺がまあストーブリーグになってくるんでしょう。まあそうですね、まあチームはやっぱり緩やかな上昇を常に辿らなきゃいけない。まあ時にはやっぱり下降気味の時もあるし、まあ停滞っていうのは一番やっぱり良くないことなんでしょうけど、まあ様々な挑戦の中においてしっかりと前を向くっていうことがやっぱり大事だと思います。そういえばこの前ね、チームの畑でバーベキューがあったんですよ。まあ一応それもね、コンセプトっていうか、まあ緊急事態宣言というか、まあコロナでちょっとやっぱりね、感染その辺ネガティブになりがちだけど、まあ畑だったら居酒屋との席と居酒屋の席がね、やっぱ近隣同士とかそういう関係なくもう自由になんつったってオープンエアですから、うん、お酒も飲んだりできるんじゃないかなという、まあ、鳥の発案で、無事に、グリーンプロジェクトの、ファームで、しかも焼き芋まで農家さんがね、提供してくださって、そういうことができました。まあ、ご尽力いただいたグリーンプロジェクトスタッフ、はじめ、キヨさん、まあ、並びに、なんつったって僕は個人的にファインプレーだと思うのは、哲也。まあお酒が多分飲みたいんだろうけど、哲也よりも、ほとんど上の選手かな。上の選手が、ね、まあ飲ませてあげるわけじゃないけど、うん、自分が車出して、しかも、まあ、いろんな場所を回ったのかな、わかんないけど、待ち合わせして、うん、無事にみんなをこう連れて、そして、送りまでして。いや、なかなかできるもんじゃないし、車持ってる人って、ある意味そういう、まあリスクというかマイナスなところもあるでしょう。だけど、ちゃんと協力してくれたっていうのは素晴らしいことだと思います。さて、この番組では、フットボールクラブプリマヴェーラ東京の今をお伝えし、革新的な意見や様々な挑戦など、裏話を通じてありのままの姿をお伝えする番組です。練習やその他の活動はもちろんですが、プライベートまで角度を問わず、エッジの効いた発信をしていきたいと思います。まあ、大成功だったんじゃないかな。やっぱり、バーベキューっていうのはね、まあコミュニケーションとてもやっぱり深まることだと思うし、同じ目標に向かう仲間として、有意義な時間だと思います。やっぱコロナ明けにコロナビールで乾杯っていうのはなんか、ちょっとこう、息を感じました。そんなチームのメディアコンテンツ、サムリーブス、オンベラ FM。どうぞ最後までお付き合いください。The fallen leaves let the tree thrive. This program is brought to you by Warlocks.はい、今日も様々なメッセージがいただいております。ありがとうございます。一個ずつ読んでいきましょう。はい、ペンネーム電車女さんからいただきました。ケンさんは電車好きの一面もあると聞きました。好きな電車は何ですか？あー、これね、まあ迷う、いや迷うというよりもむしろ一択、
まあこれなぜかというと、もう幼少期から何十年ってかけて、十数年か、ずっとその電車を使ってきたので、まあ、最近はあまり使う機会がね、ちょっとないんですけど、なんといってもやっぱり、新宿から小田原までの小田急線。もうこれ一択ですね。小田急線には、ロマンスカーっていうのがあるんですね。まあまあ、いろんな私鉄、それなりにこう特急がやっぱり出てる。例えば西武線だったらレッドアローとかラビューとか、まあ京王線の特急っていうのはね、有料特急ではないし、東横線も、東急東横線、まあ東急線もそうね、有料ではないですね。レジャー館ではないっていう。東部に関してはリバティで、まあ日光とか鬼怒川とかまで行けるんですけど、小田急線はなんといってもやっぱロマンスカー。ロマンスカーっていうのはね、やっぱりこう、フォルムがやっぱ美しい。まあ特に気になるのは、これ最新の、もうここから本当にちょっとね、マニア的な話になっちゃうんだけど、最新のこう GSE、バーミリオンオレンジでちょっと赤っぽいね、色なんだけど、を採用した、まあ7万系なんですけど、まあ、GSE ではなく、伝統を継承した5万系が一番好き。この白にこう、ちょっと赤いラインが薄く入ってる感じ。これ何がいいって、発車メロディーがかっこいいんですよ。これぜひ聞いていただきたい。新宿を出る時の箱根に向かう発車メロディーは、もう秀逸。ちょっとこう、感動すら覚えるという。まああとは、通勤電車で言うならば、僕が、通学で買った時もあった、てか今もある、8000系のフォルムが一番イケメン。もうね、本当に、鉄道の運転手、まあ僕は小さい頃、小田急線の運転手を将来の夢に掲げてましたが、まああえなく路線変更を余儀なくされましたけど、まあ運転手にはやっぱりね、こう夢を与える使命があるわけですよ。まあ子供たちに対してやっぱり、ケンジの子供とかも電車好きなんじゃないかな。富の子供はわかんないけど、やっぱり、小さい頃、まあ、男の子はやっぱり鉄道にはロマンがありますよね。ぜひあいつ行ってたな、みたいな感じで小田急線乗るときはちょっと気にしてください。続きましては、カリフォルニアレッドさんからいただきました。お酒に合う最高のつまみは何ですか？難しいね。まあ、物にもよるんじゃない？まあ、日本酒ならもう圧倒的にお刺身。これじゃあ後で、絶品のお刺身、のお店を紹介します。まあ、個人的には、日本酒だったらもうシラウオ。ああいうこう小さな魚がちょっと好きなんですね。まあ、あとは定番だったらやっぱわさびたっぷりのマグロとか。まあ、このわさびがね、やっぱ程よく重要なんですよ。辛味があるんだけどそこまで味を汚さないみたいなところが大事。まあ、ワインだったらまあワインはちょっとこれ別の回に取っとこうかな。別に講釈垂れるとか、マニア的な話じゃないんですけど、ワインは本当に深い。まあワインとか日本酒って言って多分、トリとか順次からしたら、いや、そもそも、ケンさんヘネシーじゃないのみたいな。ヘネシーは、心に届くっていうね、名言を順次が残してくれましたけど、まあ、ヘネシーのショットは酔わないって、これ鉄則なんですね。ぜひ皆さんも、挑戦してみてください。ではクラブ情報をお伝えします。今月、まあ、11月の後半の2週かな、そこにやっぱフットサルの、公式戦が、組まれてます。21と28かな。まあ、そこ、まあ、うちからしたら、どのチームも強豪なので、やっぱりとし、ね、しっかり戦いたいし、負けるべくして負ける試合なんか何一つないと思うので、それまでにしっかりと積み重ねて、ね、経験とともに実績を増やしていきたいなと思います。まあ、うちは、最近、遅刻に関してはやっぱいろいろと遅刻とかドタキャンとかね、
あのチームのやっぱり士気が下がるんですよね。そうなると別に遅刻してもいいや、体調悪かったら当日休んじゃえばいいや、そんな選手と一緒に戦いたいとはやっぱりまあ誰もが思わないし、やっぱ高い意識を持っている人に合わせるのが大事。一番下のレベルに合わせていいよいいよなんて言ったらチームは成長しないので、その辺はやっぱり選手たちも肝に銘じなきゃいけないし、やっぱり関わる人々、ルーズさをなるべく避けて、常にこう高い意識、志をこう上に持っていきたいなと常に思っております。さてさっきちょっとねこうお刺身、どんなお店がいいんですかみたいな、まあまあちょっとご紹介させていただきますと、根府川のこれ小田原の方ね、根府川の江ノ浦漁港の港の方、ほんと港にある、まあ、民家みたいなところなんですけど、一吉さんっていう、料亭海鮮料理、そこはまあ完全予約制なんですけど、もう刺身が本当に絶品だし、金目のしゃぶしゃぶ、これ本当にまあまあまあ来た人9割5分頼むんじゃないかっていう、やっぱり相模湾で取れた魚介の数々は本当に美味しい。ぜひまあドライブがてらに車持ってる人は行ってほしいなと。そして、まあ、行きたい人はぜひ声をかけてほしいです。連れてってあげられればいいんですけどね。すぐねこの前トリとまたどこぞの JK かっていうぐらい長い電話をしたわけですよ。まあそこにはいろいろなこう討論がやっぱり隠されてるわけですね。まあなんつったってやっぱりこうまあ承認欲求とか自己肯定感とかその辺の話題は毎回もうこれね、田原総一郎がいても止まらない、むしろ朝まで続くんじゃないかっていうぐらい白熱した議論ですね。何時間話したかわかんないけど、もうあの時にはもう朝日とか見えてたんじゃないかなっていうぐらい本当に白熱した議論をしてました。まあこういうこう一つ一つのコミュニケーションがチームを良くしていくなだと思っております。さてベラ FM サムリーブスもエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。次回またこの時間にお会いしましょう。ベラ FM サムリーブス、ナビゲーターのケンでした。またラジオの前でお会いしましょう。Have a nice day.